どうも、なおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、濃姫を使っていきたいと思います。ランキング動画のコメントで、結構多かったのが、濃姫がめちゃくちゃ強いよっていう意見。確かに強いよね。使っていきましょう。それでは、濃姫の技を見ていきましょう。固有チャージが、まず、チャージ6。チャージ6の2段目のところに固有チャージがあります。そしてもう一つ、空中のチャージ1。これが固有チャージになってます。空中チャージ1。逃がさないわよ。逃がさないわよ。この空中チャージ1は、発動が早いし、範囲も広い。なので、結構受け身の時とかに使えます。チャージ6。この技が濃姫が強いって言われるわけだと思うね。弓ってそんなに強いイメージはないんだけども、これがとにかく強い。最後に飛んでいく蝶の威力、これは半端ない。攻め立てましょう。さあ、それでは濃姫使っていきましょう。最初はね、結構ね、なんて言うんだろう、戸惑った。あんまりにも威力がなさすぎて、これ弓って全然弱いよねと思ってたんだよね。でもやっぱりね、どのキャラでもそう、育てていけばそこそこの強さになる。そこそこで、他の弓に比べてこの濃姫はね、やっぱね、一つ二つ抜き出てるね。チャージ6の威力がもうとんでもないので、それがすっげえ使える。ただこれね、ロックオンした数しか確か出ないんだよね。しそいつにしか当たらないのよ。このホーミングみたいに飛んでいくんで、それ以外に当たらないっていうのがちょっと弱点か。弱点でもないかな、ヒット数がそこであんまり稼げないですね。まあそれに狙われた敵っていうのはほぼほぼ倒せるんで、威力としてはもう本当に申し分ない感じです。いやちょっとこの今回鬱陶しいな。これいきましょう。まあ、基本三月はあんまり使いたくないけども、ちょっと本ボスを稼ぎたいので、そのつなぎに使っていきます。でもコンボがね、つながってないとこのフォアがあんまり伸びないんだよね。しゃあ OK、 ちょうどいいところに出てきてくれた。はい、殲滅。これチャージじゃなかった、チャージ1か。瞬速、この攻撃が初手が結構な範囲なので、それは結構使えるね。でもその後があんまり動いてくれないので、そこの場合は他の武器の方がいいかな。まあ、とにかくこのチャージ6だよね。チャージ6をうまいこと当てていく。チャージ6のね、蝶が出る前の攻撃が一応ためができる。ためができるけども、ためなくてもあれはいいから。ためちゃうと逆に隙ができすぎるので、ためなしでガンガン打っていきましょう。ためなしだったらば密着状態で、そう潰されることはないんでね、おすすめです。ためちゃうとどうしても潰されるんだよな。まあこいつにしても光秀の火縄銃にしてもどうしても潰されるのよ。でこいつ戦技がね、まあ濃姫だけじゃなしにして、弓の戦技のこのね、この乱れ打ち、これ結構好き。かなりダメージを与えれるので、し自分が狙ったところに打てるっていうのがすげえいいよね。よし、でここで出てきやがったな。オイラじゃ相手に不足か。全部行きましょう。ここ倒すのがちょっとね、めんどくさいんだよね。周りが銃ばっかりなんでやりにくい。はい、終わり。
もう引かせてもらう。じゃあ今みたいに吹っ飛ばされた時に、受け身を取ってチャージ1、空中のあれがねすごい便利。もう発動が早いし範囲も広いので、あれはすごくね受け身の時はおすすめです。じゃあ痛い痛い痛い、ちょっと奥のやつはもう無理だったな。いや弓対決で、ほらほらほら、弓対決で俺が勝つ。よし、はい、残りはここの先と最後に出てくる、武将3体でおしまいかな。はい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 、まあ、今回はそんなに難しいやつだなっていうか、これ難しいやつ、難しいもんね。クリアできない時があるから。さあそろそろ出てくるか、だいたい1000人倒したぐらいで最後の3体がポーンと出てきます。まあそれまでにね、下の下の2匹の武将は、あ、ここじゃない、取っといてもいいんだけどね、俺は先に結構倒しちゃいます。 OK、 いい感じに狙えそう。チャージ6狙っていくよ。このまま押し切りましょう。孫一か、孫一も強いよね。あ、孫一が強いっていうか、あれだよね、大筒が今回結構強い。で孫一よりもいや、カズージの方が好きかな。まあ、そこはね、人それぞれ好みが分かれると思うけども、孫一はね、あの無双オロチ、オロチ3か、あの時はめちゃくちゃ使ったな。よし、これで終わりです。ちょっと後ろから、あーし、いきます。このアニメーションみたいなエフェクトが出るのはあれだよね、その覚醒した後の無双を使えばできます。コメントにあったんで一応ここで回答しておきますね。シャキンとかっこいい。はい、ということで今日は濃姫使ってみました。最初使った時弓って結構ひ弱なイメージがあったけど、やっぱりレベル25からはね違うね。レベル25で固有技を覚えるとめちゃくちゃ強くなるんで、やってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。